書いてみよう。このコーナーはですね、模型作りにおいて、その物体の形状を正確に把握するということはとても大事だなということで、モビルスーツだったりとか、ね、そういうものをちゃんと絵に描くことができるのか、今回はテストしてみたいと思います。今からガンダムを描いてください。うわ、ガンダム。それでは、よーい、スタート。さあ、描いてくださいね。決して隣の人を見ないでくださいね。カンニングした場合は、カンニングした人の眼球を鋼で描きます。怖い、厳しい。絶対やめよう。描きますんでね、気をつけてください。ベーシックみたいな感じね。そこまで。いや、早い早い。そしてリスタート。やった。休憩挟むんだ、これ。まだ途中なんですけどね。若井くん、ずいぶん珍しいところから描き始めますね。若井くんね、そっから描き始めますね。時間が余った人は、紙の裏にオリジナルモビルスーツを描いてください。うわ、嫌だという人は後頭部をヤスリで平面を出す。全然気になっちゃう。完全な平面を出しますんでね。わかりました。ブリザードのは、ブリザードのはだいぶ後半に発表することです。出たー。いやー、すごいですね。あれ、炸裂してます。素晴らしいですね。芸術性が高いです。ガンダム描き終わりましたか。はい、はい、はい、じゃあそこまで。それでは第2問いきましょう。続いて描いてもらうモビルスーツはキュベレイ。そうだろう。はい、何もキュベレイ、キュベレイを描いてください。キュベレイ、キュベレイ、キュベレイ。あー、キュベレイ。さあ、それのお題はセイラさん。あー、セイラさん、セイラさん、モビルスーツですね。人終了。はい、はい、ね、オリジナルモビルスーツ描けましたか。はい、はいはい、それでは、みんなが描いた絵は発表はライブ会場の方で。